IJL プロリーグ第1週アクシズベイブとフェンネルの対戦で、ノニの選手が彫刻師を使ってトップレベルの戦力を見せてくれました。バンピック段階、マップは永民町です。ノニの選手はまず救助とチェイスが得意のオフェンスをバンしました。サバイバーの方は補助型の占い師と採取をピックしました。永民町で両者とお互いに協力すれば、ハンターは非常に高い行動力が求められます。そしてノニの選手は傭兵をバンしました。サバイバーの方は救助不足の状況を改善するため墓守をピックしました。最後、ノニの選手は昆虫学者をバンしました。彫刻師を選ぶ意図が明らかになりました。サバイバーの方は呪術師を選んでチェイスの方を補足しました。ゲームが始まったところ、彫刻師は正面ゲートの位置に、一番近いサバイバーは離れの建物にいました。建物の地形によって石像の生成が難しいので、彫刻師はまず建物に向かって歩くふりをし、呪術師にハンターの位置情報を漏らして、祭司が扉の鍵でこっちに来るように騙しました。そして彫刻師は方向を変えて逆に祭司の方に向かっていきました。間違いなく優秀な心理戦術といえます。彫刻師は熟練した予測石像を通じて祭司にダメージを与えました。そしてフェイントをし、占い師を騙してスカイドルを飛ばさせました。プレイスキルとゲームメイキングが満点です。祭司は建物に逃げ、呪術師と一緒にハンターを牽制しようと思いましたが、彫刻師の石像にダウンされ地下室に釣られました。墓守は荒潜りをして祭司を助けに行きました。しかし彫刻師は穴に対して落下攻撃をして、攻撃を加えて祭司が釣られている石の目の前で墓守をダウンさせました。残り暗号機がまだ3台、サバイバー2人が釣られて厳しい解読状況になりました。呪術師が地下室に入って救助に行き、彫刻師の落下器物で恐怖の一撃にダウンされました。落下攻撃を利用してサバイバー2人を救助狩りするプレイはとても素晴らしく、サバイバー側はすでに絶望の境地に入りました。その末、彫刻師は崇高の形で占い師にダメージを与えて鬼没恐怖でダウンさせました。そして呪術師を見つけました。呪術師はいくつかの石像を裂きましたが、それでも敗北は変えられませんでした。彫刻師は最終的に呪術師をダウンさせ、完璧な4釣りを達成しました。来週の IJGL も激しい競り合いをお届けします。ぜひご期待を。